ご視聴ありがとうございます。いつも見ていただきありがとうございます。最近何かと中国の軍事拡大、やはり気になるところです。空母遼寧、やはり遼寧の動きも気になるところです。今現在中国は自国の戦争、いや空母を建造しています。ですがまだ収益はしていません。遼寧だけが動いている状況にあります。作るのは早いんですけどね。やはり中のシステムなど各部分最新鋭にするとなると、やはり困難な部分があるんでしょう。あの旧式の空母を最新鋭にするだけでもかなり一苦労だと感じます。一番難しいのはやはり電子的な部分でしょう。操作システム全てにおいて完璧初めから完璧とはいかないでしょうが、アナログ製品をデジタル化させるためにいろいろ試行錯誤するところが多いと感じます。遼寧ですがスキージャンプ台方式、やはりアメリカの原子力空母よりも少し小さい、300ぐらいの大きさだったと、長さだったと思います。アメリカの原子力空母は330メートルほどあり、しかも蒸気式のカタパルトが装備されています。遼寧にはそれがありません。やはり滑走距離が必要になってくるでしょう。
また中国の戦闘機もそれほど性能がいいとは思えませんが、中国初のステルス戦闘機を完成する計画でもあります。ですが遼寧みたいな潜水艦が南シナ海、東シナ海数隻うろうろするとなると少し厄介かもしれません。もう少し先の話になると感じていますが、アメリカの空母数隻が狭い海に展開していると考えるとやはりゾッとすると思います。アメリカなども強襲揚陸艦を使って軽空母化し、やはり任務に当たる方針です。現に第7艦隊にワスプ強襲揚陸艦や、次はアメリカ級強襲揚陸艦などが任務に就きます。大きな原子力空母も第7艦隊には存在します。大きく分けて各海ごとに空母を配置しています。ジェネラル・アール・フォードが今動き出そうとしていますが、これからしっかりと働いてくれるでしょう。原子力空母一隻でやはり一つの町に値するぐらいの大きさはあります。それくらいの規模が アメリカの編成部隊となっています。アメリカは少子化ではないので、そこまで問題ではないでしょうが、やはり日本や中国など少子化という点では今後大きく国を左右するでしょう。特に中国なんかは一人っ子政策ですから、急激に人の数が減る時代へと突入します。大規模な国土をどう
守っていくか。やはり今後大変になってくるでしょう。それではありがとうございます。